吉田さん、今からやっても無理、今からじゃ遅いよ。これがね、罠なんですよね。多くの方がそう思うってことは、そこがチャンスなんだと思うんですよ。で、じゃあ先行者利益を取るためにね、もうなるべく早くやりたい、それみんな思うんですよね。だからみんな思うから、そこに実はマーケットはないんじゃないかなと思うんですよ。だってそんな人よりも早く何かに気づいて人より早く行動できるって、基本的に、まあ、そっちの方が難しいですよね。だって実績もないし、新しく開けたマーケットだけども、それがね、どういうふうに伸びるか予想できないわけですよ。例えばね、ビデオテープで言うと、ベータっていう企画があったと思うんですよ。VHS とベータって。ベータがいけると思ってベータに取り組んだ各メーカー、どうだったですかね？先行者利益取れましたかね？ VHS っていう大きい方がなぜかね、コンパクトなベータよりも、結局先行しちゃいましたよね。で、ついに VHS を、まあ網羅するようなね、凌駕するようなベータはできなくて、ベータは消滅してきましたよね。だからね、先行者利益が取れるかっていうと、むちゃくちゃリスクが高いですよ。先行者利益、先行者っていうのはね、カセットテープの L 型っていうのがあったりとか、DVD の大きいレーザーディスクですか、レーザーディスクみたいな、こんなね、映画を見るやつもありました。画面切れだよっつってからね、99がね CM 出てましたけども、3万9800円のプレイヤーですよ。でもそれも消えていきましたね。レーザーディスクのソフトを買った私はどうすればいいんでしょうか再生することができませんみたいなね、そんな世界になってきましたけども、まあそんな感じでね、今ブルーレイって企画も、まあ DVD があるからいらないんじゃないのっていう形だったんですけども、確かにブルーレイね、飛びにくいし、摩耗しにくいし、画面綺麗だし、大容量だから、2枚組とかの DVD が1枚になっちゃったりするんで、すごくいいんですよ。しかも最近メルカリで買うとブルーレイでもね、500円とか1000円で買えるんで、 DVD いらなくないみたいな感じになってきましたね。ということなんでね、先行者利益が全てじゃないんですよ。逆に言うと、今更そのマーケット入っても遅いんじゃないのっていうものの中に結構チャンスがあるんで、今からね、 YouTuber 全然いいと思いますよ。 YouTuber の中でもまだ人が手をつけてないジャンルとか、手をつけていてももうね、トレンドって似通ってきちゃうんですよ。だから人気の YouTuber さんが、例えばこう夜店でくじを引くみたいなのがあるじゃないですか。そしたら真似して多くの人がね、あ、これがウケるんだと思ってみんなでやりだすんですよ。そしたら結局それが、なんですかね、過当競争になって弱体化されるんですよ。ですんで、案外ものすごくたどたどしい動画とかね、下手くそな動画がウケるかもしれないし、そこに挑戦できるのってすごく面白いですよね。このたくさんのランナーがいる中で、なんか自分なりの方式で抜きん出ることはできないかな。要するに、ライバルが強大であればあるほどワクワクするみたいな感覚、すごく大事だと思うんですよ。いや、吉田さん、いいですね、そのチャンスはね。基本的にね、そんなの無理っていう人は自分が無理なんです、お前が無理なんだっていう話なんですよ。それいいねって言える人は本当に発想豊かな方なんですよ。だから人が何かした時にね、いやいやそれはねとか言ってね、知ったかぶりして、とりあえず自分の方がそれは分かってるよと、俺も以前そう思ってたけど違うよみたいなね、こういう人の話聞く必要ないです。むしろね、何かやろうとした人がいたら、いいじゃないみたいなね、そうやってお互いに励まし合っていくというかね、高め合っていって、失敗したところで、いやでもこれはね、挑戦に意味があったと思うよみたいな感じでね、やっぱこうお互いにね、人を恥ずかしめたりとか貶めるんじゃなくって、ちょっとよいしょしてあげるぐらいの気持ちでお互いをこうね、乗せていくっていうのはすごく大事じゃないですかね。まあ一言言うと、いい気持ちにさせてあげましょうっていう、それもね、大事な提案だと思いますね。うん、まあセルフバックで1億円っていうのはね、いや本当にね、いや本当思いましたよ。今でもね、セルフバックこれから始めると1億円作れるんじゃないかなと思いますし、私はね、先月からポイントサイトのモッピーの攻略を始めましたよ。もうね、むちゃくちゃ稼ぎますね、これもね。いや、セルフバックの頃と同じではないですけども、20万ぐらいすぐ行きますね。これみんなやればいいのにと思いながら、たまにモッピーの、紹介してますけどね、これすごくいい、すごくいい、これは、モッピーね、これからもやっていくぞ。モッピーで1億円、どうですかこのタイトルは。いってらっしゃい。